問題。ストレスオフな県として注目されている県は？実際に移住された方のインタビューを聞いてください。東京です。不要なストレスにさらされないので、なんだろうな、こうしたらいいんじゃないかって頭の中で思ってることを突き詰めて考えられる環境にあると思います。クリエイティブになれます。ワークライフバランスっていうと、やっぱ楽しめるところがすごいいっぱいあるので、まあオンとオフをきっちりできる環境ではあるなと思っていて、東京だとオフになるにもすごい時間かかるので、まあ、ととりだともう30分で切り替えられるみたいな、そういうところがあるっていうのは利点な気がしますね。はい、正解は鳥取県。詳しくは鳥取コラボで検索。